日本館は、かつて存在した、日本の劇場、映画館である。浅草オペラの時代に、浅草公園ロックで、初めてのオペラ常設館となり、根岸工業部の金流館との競争を戦った。沢森の河合隅子1883年10月、東京市浅草区公園ロック2号地に開業した。ロックの通りに面した東側に位置し、氷炭池に、 北側で接していた。開業当初は、娘と踊りで知られた。1909年5月、ロック4号地南側の新旗町に移転、開業、後地は、映画館、オペラ館となり、エムパテー商会の制作する映画を上映した。日本館では、1917年、大阪の山川工業部や東京の小林商会の制作した映画を上映するが、 両者の作品供給は続かなかった。経営者の桜井藤太郎は、当時人気を集めていた、三遊間の東京少女歌劇団に刺激されて、浅草初のオペラ城内小屋への転校を決めて、改築し、歌舞劇協会の高木徳子と、伊高隆に協力を仰ぎ、同年10月23日、東京築音機の笹さ効果が、石井清、杉広、沢森の 河合澄子らと結成したオペラ劇団、東京歌劇座が旗揚げ公演を行った。演目は、浅草オペラの幕開けとなった、グ群出生、山田工作作曲、石井清振付の新舞踊、明暗、笹工科作のオペレッタ、カフェへの夜で、爆発的な人気を呼んで、浅草の工業街を席巻した。特に沢も、リノと、河合澄子の人気は凄まじく、 ペラゴロなる言葉まで生み出すほどだった。一行、向かいの金流館と並んで人気を2分するオペラの常設館となった。同劇団には、小杉義夫、清水金太郎、清水静子夫妻、沢田柳吉が加わり、翌1918年3月末まで公演した。同年4月以降は、富山栄二郎の在籍した、朝日歌劇団が公演した。 1920年8月14日、日本館は映画専門館となった。当初は帝国キネマ園芸のフラッグシップ館であった。1923年9月1日の関東大震災で浅草は壊滅、同館も打撃を受けた。やがて復興し、1925年頃からは小説家の直木35が奈良に設立した。 独立プロダクションの、連合映画芸術家協会作品や、芝聖歌の日本映画プロダクション作品、月形明子の月形プロダクション作品、古見卓司の古見卓司プロダクション作品、坂東妻三郎、立花良介、カールレムリの番妻、立花、ユニバーサル連合映画作品、片岡松園の片岡松園プロダクション作品、可愛い映画が配給した。 一川歌右衛門プロダクション作品、ユニバーサル映画が配給した、高木新平の高木新平プロダクション作品、東ー戦区の港大きい作品等のインディペンデント映画を、1927年頃まで各作品のフラッグシップとして次々と封切り、上映した。1928年には、大蔵土木の建築、思考で改築、この時の建物は、 1980年代末に解体されるまで使用された。1929年には、片岡知恵像の片岡知恵像プロダクションや日活の渦政作品をフラッグシップとして風切り上映。翌1930年からはまた、インディペンデント映画を上演した。やがて、1935年頃には小築に経営が移り、小築洋画工業の2番館となった。 第二次世界大戦後は、セントラル映画社が、独占的に配給するアメリカ映画を一番館として、風切り上映するアメリカ映画専門館となった。当時も引き続き小畜の直営館であり、支配人は、松田直次郎、観客定員数は668名であった。セントラル映画社は1951年12月27日には、解体された。 1970年代以降は、小築系の成人映画制作会社、東勝株式会社の作品を上映する映画館となり、1980年代末、あるいは1990年前後に閉館、解体された。跡地は、特に売却されて、ロックス 2G となった。大正末期の1924年から1926年。 1957年の資料による各地の日本館、ありがとうございます。